今週の西田ビジョンです。今週はですね、参議院選挙を、この自民党、与党勢力が、勝利したということによりですね、改憲勢力が、3分の2を超えるようになったと。でそこで、世論調査をしてもですね、やっぱり3分の2を超えるような人がですね、改憲すべきだとという話が、になっているんです。でしかし一方でじゃあ何をどう改憲するのかという話になってくるとですね、これはもうさまざまで、これは良介さんという30代男性大阪の方が、私にいただいたお便りを参考にしているんですけれども、この議論が進むにつれてですね、左翼メディア野党を中心に例えば女系権の天皇でもいいんじゃないかとか、ジェンダーフリー女性結婚とか、日本の根幹を揺すようなことまで憲法改正に盛り込もうとする勢力が出てきてます。でこんなことなら憲法改正などしない方がいいんじゃないかというご意見なんですけれどもね、私もまたにその通りだと思うんですね。つまり憲法改正は結果であって目的じゃないんですね。でじゃあ目的何なのかと、ここをはっきりしなければならないんですが、目的は戦後レジームからの脱却なんですよ。要するに何度も私言ってきましたけども、憲法というのはもともとですよ、もともと日本にとって憲法というのは17条の憲法や5か条の御誓文、こういうものでいいんですよ。要するに日本の、このものの考え方の元になる共通のですね、日本の伝統的な精神、そういう精神をもとにですね、多数決で法律が作られていくと、そういうことですから、つまり国体なんですね、国柄なんですよ、そういうものを表すものであるから、わざわざ実は憲法として成文化させる必要も実際にはなかった。しかし明治のですね、この初めには不平等条約を結ばされてですね、関税自主権などもない違う法権も捉えたままと。でそれをなんとか対等の関係にするためには政治の仕組みとしてですね、欧米列強と同じように憲法もあれば議会もあると、こういう形の国の形を作ることが急務であった。そこで憲法が作られ、憲法はこれは欽定憲法という形で、明治天皇が、のお言葉という形でできているわけですよね。そして同じ時にできたのが実は教育基本法なんですよ。でこれは日本の伝統的な価値観を、教育に関する勅語という形で天皇陛下が、示された、まさにこの、日本人としてあるべき生き方考え方の基本をですね、並べられて、この2つが相まって国柄というのができているわけですね。でところが、戦争に大東亜戦争に負けてですね、東京裁判によってですね、日本の国柄完全に否定されているわけですよね。教育基本法も廃止になってしまいました。そして明治憲法は日本国憲法に改正させられて、全く日本の国柄というのはそこに出ていない。出ているのは天皇陛下というのがですね、国民の象徴という形になっていますけれども、これとってですね、天皇を憲法の法律の下に置くというふうですね、日本の国柄とは相反する形になっているわけですね。つまり憲法以前に皇室の存在が日本はあるわけですからね。ですから憲法よりも先に元にですね、そういう日本の伝統精神の象徴元である天皇というものが来るわけですけれども、それをその下に置いてしまっている、このこともおかしいわけです。そういうことから誤って日本人はですね、本来の日本人の伝統的な生き方や価値観というものに対して自信を持ってこれが正しいんだと言えない、どこかそういうことを言うと封建的で、民主的ではないんだというふうに感じさせられる教育を受けてきたのはまさにそういう仕組みからなんですね。でそしてそれが日本人の行動や思考にですね、この自ら手かす足かせをかけて物を自由に考えて発表することができない、財政も自由にできないというのも財政法の足かせ手かす足かせなんだということを言ってきましたけれども、まさに思考の手かす足かけは憲法から来ているわけです。だからそこを直すのが大事なわけで、憲法を一つ一つどう直すというよりも、まさにこの憲法というのは、占領基本法としてのものでしかなくてですね、ほとんど意味がないということをまず共通認識にしないとですね、この憲法議論する意味がないんですね。でそれを横に置いといて今の時代にそぐわないから、ね、ジェンダーフリーも入れるとかね、それから何ですか女系天皇でいいじゃないかとか、そんなことはですね、まさにこの戦後レジームそのものに染められた
形の中での改悪でしかなくてですね、そんなことなら憲法など改正する必要は全くないというか、したらダメですよね。だからそこの分別がついていないというのが今の日本の現状なんですね。だからこれはなぜかというと、憲法を改正を目的化してしまうからですよ。憲法改正はですね、戦後レジームから脱却する、日本が目覚める、まあ、それに尽きるということだと思います。で、私は、自民党の中でも、散々こういう話をしてますけれども、これから憲法議論が、深まるにつれてですね、しっかりその辺のところを言わなきゃならないし、で、私が憲法審査会で発言している様子のビデオもここに貼っておきますので、ぜひこちらもご参考にしていただきたいと思います。ということで、今週の西田ビジョンでした。ありがとうございました。